皆さんこんにちは、自称レゴブリーダーヒロリーダー。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴマインクラフトイリジャーの襲撃です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、ついにこちらを組み立てる時がやってまいりました。ちなみにこちらは2019年発売のレゴマインクラフトで、僕はこれを去年の3月に買いました。僕は2年前にビリジャー舞台をレビューしてますので、まだ見てない方はこちらをぜひご覧ください。これ箱の時点で思ったんですけど、ラベジャーの色ってこんな茶色だったっけな、もうちょっと灰色だった気がするんですけど、これは何でしょう。箱の後ろはこのようになってます。ちなみにこちらの定価は9980円で、ピース数は5602ピースです。はい、それではレゴマインクラフトイリジャーの襲撃を組み立てます。完成！イリジャーの襲撃です！はい、すべて完成しました。久しぶりにレゴマインクラフトでこういう大型のセットを組み立てたので、作るのがすごく楽しかったです。ちなみに全部組むのにかかった時間は1時間30分かかりました。はい、では付属するモブについて説明します。今回付属するモブは全部で8体です。左からプレイヤー、村人、豚、山猫、ラベジャー、旗付きの略奪者、エボーカーです。作る前にも言ったんですけど、ラベジャーの色やっぱ茶色いですね。実際のラベジャーの色ってもうちょっと灰色っぽい色なんですけど、これはちょっと、実際のラベジャーと色が違うので、ここはちょっと残念かなって思います。プレイヤーのミニフィグがなんとレゴ忍者号の貝をイメージしているかのようになっています。これは素晴らしいですね。はい、全体は
はい、全体はこのようになってます。続いて村人のミニフィグは2体付属します。ちなみにアップデートでそれぞれのバイオームに適した村人になりました。ちなみにこちらは砂漠の村人です。普通の村人と並べるとこんな感じです。続いては豚と山猫です。豚についてはいつものレゴマインクラフトの豚と一緒です。そしてこちらが山猫です。あの山猫手名付けたことがないのでちょっと仕草とかがちょっとわかんないんですよねただこの山猫も少ないパーツでよく作られています。続いてはこちらのラベジャーです。個人的にこのラブジャーなんですけど、実際作ってみて意外と大きいです。側面はこのようになっていて、後ろはこんな感じです。このラブジャーにはギミックがあって、まずここに略奪者のミニフィグを乗せることができます。おー、これで一気に襲撃感が増しましたね。すごい。そしてこのレバーを押すと、はい、こんな感じでラブジャーが顔を出します。これは実際のゲームにもあります。横から見ると、こんな感じです。ちなみにラベジャーの稼働範囲は角がこのように動きます。それ以外の稼働はありません。では残りの襲撃者とビンディケーターを見ましょう。はい、今回の襲撃者には旗がついております。ちなみにこの旗をついた襲撃者を倒すと不吉の呪いがかかって、でその不吉の呪いがかかった時に村に入ると襲撃が起こります。ビリジャー部隊に付属したものとほぼ一緒です。そしてこちらがビンディケーターです。あのキャラクターです。はい、全体はこのようになっていて、あの個人的にそろそろ森の館シリーズ出てほしいですね。で、出た際に魔女とエボーカーとベックスを出してほしいです。では続いては建物を説明しましょう。まずはこちらから見ましょう。反対側はこのようになってます。ちなみにこれは鐘です。襲撃が始まった際にこの鐘を鳴らすと村人は建物の中に避難します。そして防具を飾れる台座がついに出ました。ちなみに今回はトルソー部分は飾ることはできません。この宝箱の中には弓と魚とダイヤとエメラルドが入ってます。で、あとこれは何でしょう。あのちょっと僕最近のマイクラあんまよくわかんないんですけど、多分これはケーキなんじゃないかなって思います。続いてはこちらの農場です。農場も実際のマインクラフトらしくてよく作られています。で、この水のクリアパーツの使い方が今まではブロックだったんですけど、今回からはプレートになってます。そしてこの箱の中に収穫した人参が入ってます。はい、そして最後はこちらの村人の家です。僕個人的に今回の建物の中で一番完成度高いのはこの村人の家です。はい、全体はこのようになってます。ドアはこんな感じで開いて、で、さらに屋根が取り外せれます。はい、建物の中はこのようになっていて、ベッドと本棚とかまどと作業台があります。にしても実際のゲームに忠実に作られているところがさすがレゴマインクラフトだと思います。はい、今回付属するミニフィグを並べるとこんな感じです。おー、これはもうほんと襲撃を再現していますね。めちゃめちゃ素晴らしいです。個人的にちょっと残念だなって思ったところは、やっぱラベジャーの色が全体的に茶色っぽいのが、まあ実際のゲームには近くないんで、もうちょっと灰色っぽくしてほしかったなって思います。で、あとそれとどうせだったら村人1体と敵モブを1体ずつ増やしてほしかったなって思います。あの今となってはこのウィッチのミニフィグってもう全然手に入らないので、どうせだったらこのセットでウィッチのミニフィグを入れてほしかったなって思います。ではここから僕が前にレビューしたビリジャー部隊のミニフィグを並べて実際の襲撃に近いようにしています。せーので、ビリジャー部隊に付属するミニフィグを並べてみました。おー、やっぱねこれが一番雰囲気が出ます。あと個人的にはエボーカーとビンディケーターとウィッチのミニフィグもう一体ずつあればより襲撃感が出てもう絶望感半端なく見えちゃいます。いや、やっぱレゴマインクラフトってほんと素晴らしいですね。はい、レゴマインクラフトイリジャーの襲撃はこんな感じです。はい、ということでレゴマインクラフトイリジャーの襲撃を組み立ててレビューしていました。僕も久しぶりにこういったレゴマインクラフトの大型セットと組んだんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。まずこの砂漠の村の完成度自体がすごいゲームに近いように作られているのが本当に素晴らしいと思いました。それと付属する部分もたくさんついてますので、これもいいと思いました。ただ個人的に言えばやっぱりラベジャーの色がちょっと茶色っぽかったのが残念だなって思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。